はい、こんにちは、116インズです。新年早々いきなり2件のトレードを成立させ、相変わらずのトレード強ぶりを見せたマリナーズ編成トップのディポトさんですが、まだまだ補強は終わらんぞと言わんばかりに今日またもトレードを成立させてきました。マリナーズは今日ツインズとトレードを成立させ、強打の内野手ホルヘ・ポランコを獲得したと正式に発表。ロビンソン・カノーがいなくなってからというものを毎年のように新しいセカのレギュラー候補を連れてきてはあまりいい結果が得られていないマリナーズですが、ポランコがついにその答えとなるのでしょうか。またポランコといえば、昨年のオフに私が個人的にマリナーズに来てほしい選手リストに名前を挙げていまして、1年越しに念願のポランコ獲得が実現した格好ともなりましたが、今回は主にマリナーズの目線からこのトレードについてお話していければなと思っています。今回マリナーズとツインズ間で成立したトレードがこちらとなりまして、マリナーズがツインズからポランコを獲得し、見返りとしてツインズはマリナーズからリリーフのジャスティン・トーパー、先日ジャイアンツから加入したばかりの先発投手アンソニー・デスクラファニー、それからトッププロスペクトの一人である外野手ガブリエル・ゴンザレス、2022年ドラフト13巡目指名のピッチャーダレン・ボーエン、具体的な金額は不明ですが金銭も得ています。マリナーズは課題の内野陣、特にセカンド強化の一環としてポランコ獲得を実現。マリナーズのホランダー GM 曰く、ここ2年間ポランコ獲得をずっと試みていたようで、今回ついにその念願叶ったとも言えるトレードです。一方でツインズは放映権収益が不透明となる中、年俸削減の方針が以前より報道されていましたが、チーム内でも年俸が高いポランコやケプラーがしばしばトレード候補として名前が上がっていたところ、ついにポランコを放出と。ただ第一印象としてツインズが足元見られやすい状況ながらも、ポランコで最大級レベルのリターンを得られたと思いますし、ジュリエンの台頭でポランコの穴も埋められるはずですので、文句なしのトレードだと思っていまして、逆にマリナーズはポランコ人に結構支払ったなという印象です。とはいえマリナーズもまた財政面の問題を抱えていますので、現状のペイロールをほとんど増やさず、かつ絶対に手放せない選手も使わずにポランコ獲得を実現させた点では十分納得できるトレードであります。長年セカンドを固定できなかったマリナーズにとって、攻撃面に優れるポランコの加入は嬉しいニュースですね。昨年のポランコは80試合に出場してホームラン14本、 WRC プラス118、ベースボールレファレンススタンスのウィンザーブリプレイスメントで 2.0。 短縮シーズンとなった2020年を除けば、2018年以降毎年 WRC プラス110以上を記録するなど、平均以上のバッターとしての活躍をずっと見せていて、2021年にはホームラン33本、 WRC プラス124を叩き出したことも。もともと三振もフォアボールも少なめなプレースタイルでしたが、2022年あたりから潮流が変わり、最近はほどほどに三振はしながらもフォアボールをきっちり選ぶスタイルにシフトしていて、フォアボールを稼げる点はマリナーズが好みそうかなと。2022年は全打席に占めるフォアボールの割合が 14.4% もありました。ポランコはスイッチヒッターで、左右どちらの投手も大きく組み合わせず、左右の成績が極端な選手が少し多い今のマリナーズにあって、フルタイムでも安心して使える選手かもしれませんね。どちらかといえば左打席の方がパワーがありますので、得意なのはそっちなのかもしれませんけれどもね。またポランコは契約が比較的リーズナブルで、今期の年俸が1050万ドル、来期がクラブオプションですが1200万ドルということで、そういった点でもチームにとってありがたい存在でしょうか。シアトルに来る選手全員に言えることですが、打者にとって地獄のような環境である T モバイルパークに適応できるかが、長年課題であったセカンドの答えがポランコとなるか否かを決めそうですが、ポランコという選手自体は長打を打つ素養はしっかり持っている選手です。決してハードヒットを量産するタイプではないかもしれませんが、打球角度8度から32度の間、スイートスポットの打球の割合が昨年 MLB 上位 6% に相当する 39.6%、 そのおかげかバレルに入れるのもうまく、昨年のバレル率 13.8% も MLB 上位 11% の高水準です。エクスペクテッドスタッツも上々ですし、何より引っ張った際の WOBA が昨年6割1分8厘もあるのは超魅力的ですね。サンプルサイズの違いはあれど、水準的にはローリーよりも上です。マリナーズは最近引っ張りでパワーを発揮できる選手を重要視している節がありますが、やはりポランコもそこに合致する選手で、シアトルで活躍できるだけのポテンシャルは秘めていると考えても良さそうですかね。セカンドメインで彼の例年通りくらいの WRC プラス115前後とか残してくれるだけでも文句なしです。マリナーズの直近3年間のセカンド WRC プラス79ですからね。今月頭のトレードやポランコの加入により、マリナーズ打線の見栄えもだいぶ良くなってきました。こちらが現状のメンバーで組んだ開幕戦のスタメン予想ですが、特にポランコ獲得前までセカンドとサードをルイス・ウリアスとジョシュ・ロハスでどうにかしようとしていた状況ですから、その2人をプラトン起用で、それぞれの強みをより活かせる布陣になりそうなのはいいんじゃないのかなと。昨年と比べて大幅に三振が減りそうかは少し怪しいと思いつつも、極端に三振するタイプの選手自体は確かに減りましたので、打線としてのバランスは上がったようにも思います。まあ、ちょっと全体的に怪我のリスクが気になりはしますけどね。特にポランコがまさにその怪我のリスクが気になる選手、直近2年間で計140試合欠場していて、膝やハムストリングの怪我に悩まされているあたり、下半身に少し不安があるのかなと。
ホランダー GM によれば彼の状態は問題ないらしく、現状のプランではセカンドレギュラーとして使っていく方針のようですが、とはいえ守備指標もマイナスで平均以下となっていますし、健康面の不安もあるとなれば、場合によってはサードでの起用も視野に入れていく必要もあるかもなと。ただポランコの打力はセカンドだからこそ価値があるわけなので、どうにかセカンドで健康にプレーさせることがマリナーズとしても今季重要になってくるでしょう。ポランコの来季契約はクラブオプションですので、最悪ダメだったら今季限りで契約を破棄すればいいという考えもできますが、とはいえ結構な対価を支払ってしまいましたので、2年間ポランコにはセカンドで頑張ってもらいたいところです。というかまあ当たり前ですけど、セカンドのポランコを2年間保有できる前提の対価ですからね。やっぱり選手が持つトレードバリューという意味では結構払った感は否めません。トーパーマリナーズお得意の掘り出し物からセットアッパーを見つけてきた例で、昨年75試合で防御率 2.61、 スライダーとシンカーのコンビネーションでゴロを量産し、昨年のマリナーズブルペンを支えた主力選手でした。ゴンザレスは媒体によっては球界全体のプロスペクトランキングでもトップ100に入るような20歳の外野手で、コンタクト能力の高さとガッチリとした体に秘めるパワーが魅力の選手。昨年シングル A で打率3割4分8厘と大暴れし、ハイ A 昇格後はだいぶ苦しんでしまいましたが、それでも素質は十分のプロスペクトですし、防衛もドラフト順位は低めとはいえ、運動能力の高さが評価されているピッチャーで、昨年シングル A で好成績を残している選手。90マイル中盤の伸びのある速球とスライダーが特に良く、急成長中の右腕だっただけに放出は惜しいです。デスクラファには先日獲得し、今回のトレードはサラリーの調整的な意味合いが強いですが、スイングマンとしては十分まだやれそうですし、先発デプスに不安があるマリナーズなだけにいてほしかったなという気持ちは少しあります。ペイロールをあまり増やせない中でどうにか頭を絞ったトレードなんだとは思いますが、欲を言えばトーパかゴンザレスのどちらかをもう1ランク下の見返りとはしたかったかもしれませんね。とはいえ出した4人についてこう考えることもでき、マリナーズフロントはむしろこっち寄りで考えたからこそ一般的なトレードバリュー的には重くとも、あれだけ出してポランコを連れてきた側面もあるかもしれません。トーパが昨年素晴らしいリリーフであったのは間違いないですが、とはいえリリーフはポジション的には一番替えが効くところであり、近年のマリナーズブルペン陣の育成実績がそれの何よりの証明です。トーパ自身もそこまで三振を奪えるわけでもなく、もうすぐ33歳、もともとは怪我も多かったことからバリュー的に今が頂点と考えたのかもしれません。ゴンザレスについても媒体によってはトップ100に入るくらいのプロスペクトとはいえ、フリースインガー気味でかつ打てないボールにも手を出してしまう、スイング判断に大きな課題を残しているのもまた事実で、マリナーズが保有する他の野手のトッププロスペクトと比べたら、まだこういった今のチームを強化するためのトレードで手放しやすい、手放したとしても後悔は少ないタイプであった可能性はありそうです。ゾーン管理を信条とするチームですので、周囲が言うほどフロントは評価していなかった可能性もあるかもしれませんよね。ボーエンも面白い素材とはいえ、まだシングル A のピッチャーで今後に関して不確定な要素は多いと。ボーエンのようにマリナーズは近年毎年のようにドラフト開始名からいい素材を見つけ出してきていますので、また今年のドラフトでそういった選手を探してくればいいだけのこと。デスクラファニーが担うはずだったスイングマンのポジションには先日オースティン・ボスと契約も結んでいましたんで、まあやはりここも動かしても問題はなかったと。それよりただでさえロハスないしウリアスがレギュラーという物足りなさも感じる布陣で、おまけにマイナー含めて計算できる替えもいなかったセカンドのポジションですから、そっちの方がよっぽど替えが効かない。だからこそポランコを欲したわけでしょうか。トレード単体で見れば、それぞれのトレードバリューを考えればマリナーズの出しすぎな感は否めないですが、とはいえ本当に出したら痛い選手にまでは手をつけなかった今回のトレード。だからこそポランコ一人に結構支払ったなという印象は持ちつつも、十分納得できるトレードであると第一印象として抱いたわけです。ポランコが長年マリナーズを悩ませてきたセカンドの解決策となれば最高ですし、自分としても来て欲しかった選手ですから、活躍期待しています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。